皆さん、こんにちは。私たち持続可能な農業をやってみようプロジェクトチームは、今自分にできることから始めようと、6年前に4人の先輩たちが始めた活動から受け継いでいるプロジェクトです。今では有志で集まった1年生から4年生の32名のメンバーに加え、時間の空いている時に参加してくれる管理栄養学科の学生で共に活動しています。 それでは食品ロスから堆肥を作り農業をやってみたの活動内容についてメンバーを代表して管理栄養学科1年清水直樹、清水海斗からご紹介します。うん、ではまず食品ロス、つまり食品ロスについてです。食品ロスとは何でしょうか食品ロスとは本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品のことで2022年6月に農林水産省及び環境省から発表された報告によれば 日本の食品ロス量は年間522万トンにもなります。522万トンの食品ロスの内訳を見ると、こちらの図に示したように、事業系食品ロスは青色で示されている275万トン、家庭系食品ロスは赤色の部分で247万トンの内訳になっています。食品ロスを減らすためには、家で食品ロスが出ないようにすることに加えて、 食べ物を買うお店、食べるお店でも食品ロスを減らすことを意識していくことが大事になってきます。その一方で、世界全体では飢餓の影響を受けている人がいます。食料安全保障の最新報告書によれば、2015年以降、飢餓の影響を受けている人の割合は比較的横ばいに推移していましたが、 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生してから1億5000万人に増加し、2021年には世界ジーコの9人に1人にあたる8億2800万人もの人々が飢餓に直面し、途上国では飢餓が深刻な状況にあると報告されています。その一方で、先進国では消費されずに廃,止廃棄される食品が多く、食品ロスが問題視されています。 世界人口は1950年代以降、途上国で爆発的な増加が始まり、1986年にはついに世界人口が50億人を突破しました。さらに現在の80億人から2058年には100億人に達すると見られています。その4分の3を占めるのは途上国における人口の増加です。 これらの地域では局地的に過重な人口を補うために校場を無理に拡大し、国士し、放牧地の共用数以上の家畜を買う結果、想像をはるかに上回る速度で自然環境が悪化することが予測されています。2015年国際連合総会で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに基づく、持続可能な開発目標 SDGs にも、食料廃棄の減少が目標に掲げられています。 食品ロス削減はすべての人が持続可能な社会の実現のために取り組むべき重要な国際課題の一つとなっています。プロジェクトチーム初代の先輩たちも食品ロス削減のために自分たちに何ができるのかを考えました。大学の調理実習で出る野菜くずは食品ロスじゃないの調理実習や学食で食べ残した料理も食品ロスだよね、大変できないかな 野菜くずや食品残砂を堆肥にして畑で野菜を作ってみるといった意見が出て堆肥作りに取り組み始めたそうです食品残砂からの堆肥作りは初めに手軽なダンボールコンポストにチャレンジし腐葉土と米ぬかを合体産と配合し新聞紙を引いたダンボールでまずは野菜くずから堆肥化を試みました しかし、1日の投入量が 500g を超えると、段ボールコンポストでは処理がうまくできなくなったり、玉ねぎの皮を入れると3ヶ月後にはベタベタした塊になったり、虫が湧いたり、匂いがきつく、調理室に置くと衛生上問題なので断念しました。そこで、室内用の乾燥式生ごみ処理機で処理した食品残砂を、室内用乾燥コンポストに投入した食品残砂の内訳は、野菜の皮や果物の皮などが55%、 魚、卵のような動物性は5%程度、食べ残しは40%でした。対比を分析した結果をこちらに示します。食べ残しを投入した場合は、ナトリウムが1.2%と高値になってしまったため、肥料としては問題があると判断し、それ以降は食べ残しの食品残差を堆肥化せず、残さないで食べ切り運動で食べ切ってもらう方向に活動を展開し、堆肥化には利用しないこととしました。その場合は、ナトリウムが0.4%が平均値となり、肥料として使用の可能性が見えてきました。 pH が少し低いのが気になりますが、乾燥堆肥を早めに野外コンポストに投入することで改善が見られました。今では平均年間12トンの食品残土を堆肥化していますが、同時に減らす努力もしています。ここで、これらの堆肥を使って農業をやってみたいと考えるようになり、2018年より JA 岐阜様のご支援のもと、農業を始めることになりました。JA 岐阜様と岐阜農林事務所様のご指導のもと、初めての農業を始めました。 実際に農業を体験してみて、気候や自然との調和を図りながら野菜を大事に育てている農家の方のご苦労を知り、感謝の気持ちを持って食育指導ができる管理用紙になろうと強く思いました。ご指導をいただいたおかげで、試験補助の野菜も無事収穫期を迎えました。しかし、中山の空いた後に畑に行ってみると、カラスや野生動物にトウモロコシが全部食べられていたこともありました。また食品ロスから作った堆肥で育てた野菜は、 細くて小さいものばかりで、学内で処理した堆肥だけでは、肥料が足りてないということも分かりました。そこで2019年からは、食品ロスで作った堆肥と肥料を併用した野菜栽培も同時に展開し、出荷できる野菜の栽培も目指すことにしました。併用して栽培した野菜は地元のスーパーに出荷できるようになり、今年で4年目になります。東海学院大学ブランド野菜として、食品ロス削減も含めた、環境配慮、報道啓発ラベルや、 野菜摂取量向上と野菜を美味しく無駄なく健康的に召し上がっていただくための食育レシピを付けて出荷しています。2021年5月に策定された農林水産省の緑の食料システム戦略では2050年までに目標を目指す姿としてここに示したような7つの目標が掲げられています。私たちの取り組んでいる畑の活動でも1、農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現 2. 化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減。3. 化学肥料の使用量を30%低減について意識して取り組んでいますが、脱炭素社会の続現のためにも、4の有機農業についても取り組んでいきたいと考えています。そこで JA 岐阜様、岐阜県様のご指導、ご協力のもと、有機農業のに取り組み始めました。有機農業の補助と従来の補助の2つの補助を比較体験しながら学びを深めています。 まだまだ取り組みを学び始めたばかりですが、また皆様にプロジェクト活動を報告する機会があれば嬉しいです。続花の農業をやってみようプロジェクトチームの今後の展望です。続花の農業のために、コンパニオンプランツや、ハチ、テントウムシ、ミミズなどを利用し、共存共栄しながら農業ができないかを調べてみたいです。また、有機農業についてはまだまだ知らないことばかりですが、脱炭素社会の実現のためには必要だと思うので、勉強したいと思います。2021年に開催された、 国連食糧システムサミットと東京栄養サミット2021では2030年までの SDGs の達成と世界の貧困と飢餓の撲滅、人々の栄養改善に向けて国際的な取り組みを進めていくことが話し合われました未来の世代のためにも私たち一人一人が食に関する行動を根本的に変えることが今必要になってきています私たちも大学生の視点で考え自分たちにできることから行動を続けていきたいと思います 持続可能な農業へってみようプロジェクトチームからの活動紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。